NTT は上場子会社の NTT ドコモを完全子会社にする方向で調整に入りました今日の取締役会で承認されれば午後にも発表するとみられます NTT は現在上場子会社である NTT ドコモの株式をおよそ66%保有しています一般株主などが保有する残りのおよそ34%を TOB 株式公開買付で取得する方向で 投資額は4兆円規模に上るとみられますこれを受けて今日の東京株式市場では NTT ドコモ株に買い注文が殺到し売買が成立しないままストップ高水準の買い気配で推移しています完全子会社にすることで NTT はドコモの収益をさらに取り込み次世代通信規格 5G の開発競争や 菅総理大臣が掲げる携帯電話料金の引き下げにグループ一体で効率的に対応する体制を整える狙いです武田総務大臣は子会社化について決定前のことに対してはコメントを差し控えるとした上で次のように述べました社会環境に合致した健全なやり方を我々としては期待していきたいと